まあ、N 信の特徴ですよね、決めつけ、えー、決めつけっていうやつね、あの私、えー、選挙妨害の疑いで、えーまあ、通報してるわけね、これはまあ事実です、神奈川県警に、えー、通報しております、えー、そして、えー、特定書取引法違反の疑いで、1年以上前から、えー、この界隈の人たちを、えー、告発しています、当然、黒川敦彦さんも告発しています。ね だから何が効いてるかがわからないのに、小木津さんやっちゃいました。それ一本動画に撮ります。えー、本日2023年の4月16日日曜日午前6時44分を回ったところです。大審議会の大浅大志でございます、えー。ライブ配信見返しつつあるんですけど、えー、まずはですね冒頭のところ、小木津さんの刑事告発あ配信緊急配信、刑事告発についてのご協力。 のお願い組組長という、えー、あタイトルのタイトルとチャンネル名での最初の発言ですね黒川敦彦さんが政治資金規正法で司法機関から取り調べを受けたようですつまり我々の刑事告発状が授受注されている可能性が非常に高いって、えー、ライブ配信の冒頭で言ってましたまずは県議名が出てきてますよね <laughs> 権名しかも、えー、ななんと疑い要は何かの誰かをしょっぴくための任意の自動聴取だって考えられるわけね。私、選挙妨害で神奈川県警に通報してますから、それの絡みで、ね、<laughs> これの絡みで呼ばれてる関係者として呼ばれてる可能性があるわけね。ねだからなな、いきなり決めつけるんですよね。わかりますか誰かをやるためのステップとして 任意でやってる可能性があるしそもそもね公にニュースにしないということはまだ角度の低いかもしれないから逆に言ったら権威名を言っちゃダメかもしれないわけ証拠隠滅とかねそれに対する対応とかされるかもしれないから普通にね「これは政治資金規制法違反に値するかもしれませんね」っつったらそれに対応する行動をしたならばそれで引っ張ることできないでしょでそれを決めつけるのが N シの特徴です。 えー、つまり我々の刑事告発状が受理されている可能性が高い。受理されたという連絡が来てないんですね。これでまずは来てないということが分かるわけね。まあ私は受理されないんじゃないかなというふうに予測してますけど予測は外れることはありますから。法律の年ろとですからね。司法機関から取引学べを受けることってあるんでしょうかね。行政じゃないですかね。 司法捜査権を持った行政から、えー、取り調べを受けるってことがあるんじゃないですかね。しかもね、えー、東京地検特捜部に告発状を出してるわけでしょ。ね、私は警察とか、えーまあ、司法捜査権を持っているところとかね、指導,指導できる行政とかにはや,やったけどもで、私だけじゃなくて、参政党の人だって通,通報、当然してるかもしれないよ。選挙妨害とかなんかでね。<laughs> 参かか政党はよく黒川さんの活動見てないから分かんないけど、参政党の人が選挙妨害かなんかでやってるかもしれないですよ。それを全部自分たち、自分の配信の、えー、人のおかげだというふうに決めつけて言っちゃっていること自体が危ないんじゃないのということ。大木、えー、組組議長さん、危ないんじゃないですかいいんですか大丈夫ですか 警察に取り調べを受けたかどうかもまだ報道とかされてないのに、まあ、それがかなりの角度高いですよって言った上にそれは政治資金規正法の違反の疑いがあって収支報告書とか出してないからそれによって取り調べを受けているんですよっていうふうに思わせるようなことを言うわけね。 かかりますか報道機関の方で報道してないということはもしかするとそれ報道しちゃうとそれに対する証拠隠滅とかするかもしれないのでっていうことねそしてましてやえじゃあそれだったらその悪いことした側で取り調べを受けたという決めつけでしょ いろ,んないろんな今刑事告発とか、えー、通報とか私ですらこれ2つやってますから、まあ、そのうちの1つは黒川さんが行かれたら、えー、芋づる方式に最終的には、えー、いろんなやつが行かれるってことね <laughs> N シンが一番行かれてほしくない方も行かれちゃうわけまあその一環としてね堀江貴文の名前も挙げさせてもらってますけれども <laughs> ねだからあの大丈夫なんですか まあ私と似たようなことはしていますけどさすがに私でもその、ね、誰かが取り調べを受けたからこれだって決めつけはしませんよだってその人がどういう形で警察に行ったらなんて分かんないからね,ね協力してくださいって言われてる可能性もあるからで逆に言ったならばそこを知っていて でね、協力じゃなくてもうこれ、これがもう真実ですみたいな、実は刑事告発上も受理されてて、受理されましたっていう連絡が来ててね、小木さんのところに来てて、全部伏せてね、伏せてね、<laughs> 全部、だから内情の情報を言ってて、そしてそっち側からはあの情報を出さないでくれって言われててね、報道、報道、そういう時は報道で言うから、出さないでくれって言わ,、えー、言われてるのに、こう、チロ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 何、ね、立花さんも同じようなこと言ってたよね。ね 橘さんも同じようなことを言って,言ってませんでしたかなんか。わかんないけど、動画の中でね、あんまりよく見てないからわかりませんけど、そういうことを言っちゃう、その神経っていうのが私には信じられないんですけども、ね、特にあれだけの人ですから、私なんて1年前からやってますから <laughs>、ね、<laughs> 1年前からあの仕掛けてってますからね、動画の中とかでね、1年以上前だと思いますけど。 あの黒川さんの件に関してはねだからそ,それに対してあの自分が2月ごろとかやったやつの告発状だって勝手に勘違いしたもしくは勘違いさせるような配信をしてるわけでしょ大丈夫でしょうかね今あ今通報してる人たちいっぱいいると思いますよと,というか大津彩佳さんだって多分聞かれてると思うよ <laughs> 警察に任意の事情聴取とか受けてるかもしれないですよね 任意の事情聴取それは、ね、悪いことした側で大津さんがあの聞かれてるかどうかなんて分か,分か,分かりませんよ。例えばですね今立花さんが散々やっているあの居住実態の話ねそういう話で警察とかに事情は聞かれてる可能性はあります。ね、分かりますかだからあのなんかね決めつけるんですよね。 立花、えー、さんとか特徴なんですよ、それにぶら下がってる人とかね、あの山中さんでしたっけ、分かんないですけど、私、な何の件か分かんないけど、そ,その人に対して、なんか報道とかで言われてないようなことが、まこと真実かのように、立花さんが言った瞬間に N シンがですね、バーっと追従するわけね、小木さんって N シンでしょ、きっとね、N シンじゃないって言ってるけど、N シンと同じ動きしてるんですよ、これ。 大丈夫ですかね確かにそうかもしれませんよ確かに尾口さんのようにおっしゃるとりかもしれません嘆願書かなんか分からないけど集めてねやったことをそのやった行動に対して私は意味がないというのは言ってませんからずっと何,何,何回も動画の中で意味がないとは言ってないただ受理される可能性は低いんじゃないですかっていう動画を作ってきましたそれはこういう理由ですっていう動画を作ってきましたねだからあの いいんですよその活動自体はいいんですけどその自分たちがやっている活動以外の活動は認めないというそういうスタンスが N シンだっつってんのね <laughs> 分かりますかえ、で通報してる人いっぱいいるんですって参政党の人だとめちゃくちゃ通報してると思いますよでそもそもが東京地検特捜部にやったのになんで警察に行くの <laughs> なんで警察と紐づけるのその感覚もよく分かんないんだよね。で司,法司,司法機関って取り調べするの <laughs> 司法機関って取り調べするんですかっていうか、そもそも報道にないベースの発表をかなり角度が高いですって言っちゃっていいんですかねしかもその権議名がなんか政治資金規正法、だからこ,れこういうことだよ。 あのこう言えばわかるかもしれません私は特定商取引法の疑いで立花隆一人放送局株式会社が行っているだろう放送自体に対しての、えー、その、えー、告発をしていますそれはあー YouTube 上で流しているその、ね、黒川敦彦が出演している立花隆一人放送局に出演している、えー NHK の政権放送 NHK の政権放送我々の国民で作った政権放送をベースに営業活動もしくはその事業活動をやっているように見えます見えますね。 そしてそれは黒川敦彦が出演してるんだけど、えー、実際は立花隆一人放送局株式会社という、えーえー、法人が行って視聴料という形でこの講座に視聴料を振り込んでくださいという誘導がなされている、ね、それを情報提供として消費者庁に情報提供してるわけねその具体的な、えー、やつとかでその後に例えば立花さんが任意で、えー、事情聴取を受けた時によし これは俺が、俺がね、俺が告発した、その特定商取引所第60条に基づく申し出のことにより、特定取引所の電話勧誘販売の書面不交付により、取り調べを警察から受けたものですみたいなことを言ってるようなイメージだよ。大丈夫ですか大丈夫ですか石さん大丈夫ですか ねえ分からないでしょ確かにそれかもしれないわけつったらもしかすると私のやつで受けてる可能性だったらあるわけねそれだったら、ね、1年前の私のやつでまずはないとは思いますけどまずないと思いますけど消費者庁が重い腰を上げてそろそろ視聴料の件もやたら立花さん言い始めたし、ね、最終的には特定寄付につながってんじゃねえかって私は思ってるわけだからねそれね。 匿名の寄付か政治資金,規,正政治資金法、えー、規制法の中の報告書の中に、えー、NHK 党は匿名寄付0円でやってるわけ今ね小、うん、木さんだったら分かるけど0円でしょなぜそれが可能なのかっつったら法人を立ち上げてその法人に視聴料という形で匿名寄付を集めそしてその法人から拠出してるわけでしょ寄付ってその NHK かとかに。そしたら政治資金規制法上の特命寄付 とか量的制限、えーえー、1人に対して150万とかそういうの全くいらなくなるから陣容を <laughs> ペーパーカンパニーじゃないよこれちゃんとした、えー、会社を立ち上げておいてそこで視聴料という形で YouTube から匿名、えー、寄付を集めてそして,そ,してそ,れその法人からこう流してやってったら、えー、政治資金、えー、収支報告上には全くそこの匿名分のところで出てこなくてもいいわけだから。 それをやっている可能性が高いですよってまずはじゃあその法人がやっているところのその事業というのは正しい行いなんですかっていうことを消費者庁に告発してるわけそれに黒川敦彦やってますから私はねだから黒川敦彦が行かれた瞬間にその余罪とかがこうひも付いていった時に同時に立花隆も行かれる可能性があるわけですけどもそういうことを角度の低い段階から い,いかにも角度が高い自分がやった刑事告発により黒川敦彦がそろそろ逮捕されるんじゃねえかみたいなことに言わすのはまあギリギリのラインを言ってることは確かだと思いますよギリギリのライン言ってるとことは確かだと思いますだから私が一つ言えるのは N シンの特徴ですということ 決めつけ山中さんの話もそうでしょいきなりコロッと変えたでしょ立花さんが山中さんはいい人、金めっちゃ持ってるから、えー、900万円ぐらいのそんな金なんて引き落とすようなことはしませんみたいな、めっちゃ変えたでしょで今までその立花さんの,その話に乗ってきた人たちは、えーってならない ?NC の人たちえーってならない ね、N シンの攻撃を、ね、私みたいにうわこの人たち、ね、そういう角度もし、えー、低いようなことを立花さんが言ったことによってあこの人たち山中さんとかとど,どういう関係ですかみたいな感じで、ねねえー、言ってる人たちがころっと変わるでしょ多分ねそれが N シンの特徴なのころっと変われるでしょ。 ねなね、資産をめっちゃ持ってるから、そんな大津さんと共謀して <laughs> その、高々900万円ぐらいのやつを下ろさないんですみたいなことを言い始めたでしょ、昨日だからそこらへんね。じゃあ今まで、そのね、立花さんたちが上げてきたその山中さんのやつで攻撃ね、名誉のために言って名誉を汚すようなことを最初 <laughs>、ね、誰かが名誉を汚す、要は名誉を毀損するやつが出てくるから、それを利用してそ,そういうことを上げているわけでしょ。これも 大木さんのやってることも同じことですよ。これ何にも知らない人だったら、大木さんたちがやった刑事告発が受理されて、えー、そしてそれにより司法機関、行政機関だと思いますけど、えー、司法機関のいずれかの取り調べを受けたようです。しかもかなり格段が高いよう、えー、ものです。しかも政治資金規制法で,で、全部紐付けるよ。N シンは。全部紐付けるよ。そして桑川ククはこの野郎となるよ。 その結果、今日の八王子か分かんないけど、まあ、私はね、今日からはやめた方がいいと思うんですよね。選挙期間で統一,統一地方選挙始まるわけでしょ。いろんなところで選挙がバン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 起きるわけですから、下手なことはここからや,やめようかなって、私もね、今日からちょっと慎みたいなと。これを最後に慎みたいなと思うん。あまりにもひどかったから、ライブ配信の最初の冒頭の方を見て、あ、こういうこと言ってたんだ、みたいな。 途中から参戦,して参戦しましたけどもちょっとね決めつけがひどすぎるんじゃないかなって思いますよね何の件でどこに行ったかその内容なんてわからないんですもしわかるとするならば行政が報道機関にリークするだけなんですそのリークするのだってね 小倉美咲さんの件の動画を300本以上去年,去年作ってきましたけどそれを見てる人たちだったら分かるはずなんですよ。ね小倉さんとかは、えー、興味がないから見てないと思いますけど私のねその小倉美咲さんの動画とかを見てる人たちだったら追ってきた人たちだったら分かるの。真面目にね。反省し小倉美咲さんが何でああいう状態になったのかそれをみんなで考えてきた人たちだったら分かるの。 ね、私は遺骨収集に行きますけれども5月ね五月の中旬ぐらいに遺骨収集に行きますけれどもあのあ宗教活動としてね宗教活動として小倉美咲さんの遺骨収集に行きますけれども5月の中旬ねその小倉美咲さんの報道と警察とのね山梨県警もしくは警察庁とか、えー、そういうものとの報道との仕方これを見てきた人だったら分かると思うんですけど非常に矛盾があったり ね、情報に、えー、情報の、こっちではこう言ってるけど、こっちではこう言ってるみたいなね。えー、一回言ったやつが、なんか訂正されたり、もしくは前言ったやつとの矛盾が時間差で生じたりとかね。そういうこと、普通にある,あるんですよ。報道されたとってね。それが報道もされてない情報で、えー、黒川敦彦さんが取り調べを受けましたみたいなね。確かに受けたかもしれない。では、その内容ってわかるんですか もしかするとですよ、これ,あこれ言うとやってくるのかな分かんないけど、まあ、やってきたらやってきたでいいんだけど、立花孝さんの、もしくは浜田聡さんの、もしくは斎、あのー、藤健一郎さんの選挙妨害、大津彩香さんへの選挙妨害の取りしに任意の取り調べとして、ね、大津彩香さんも黒川さんも、えー、受けてるかもしれない。だから警察側にはもうそろそろあの3人やりますよみたいな感じで言われてるから、えー、大津さんは 黒川さんと仲良くしてるかもしれないねわかりますか立花さんがしきりに,しきりに大津田彩佳さんは黒川さんと仲良くしてるってやたら言,言ってたでしょライブ配信とかでね。仲良くする理由があるかもしれない。だって黒川さんってやばい人でしょ <laughs> ねえ、私だって告白する、やばい人だって分かってるわけでしょ でそして、そのやばさっていうのは、やばさっていうのは普通に単に私からしてみれば、立花さんの劣化版コピーしてるわけだから、立花さんと同じことをやってるから、やばい人だって黒川さん思う人は、立花さんもやばい人だよねっていうふうに思わないといけないわけ私からしてみれば。N シーンは違うんです。N シーンは黒川さんはやばい人だけど、立花さんはやばい人じゃないと思うわけでしょ。そっくり、やってることそっくりなんだけど、劣化してるから、 えー、あだから国民主権党の平塚正幸君がやばい人ですって思う人は、橘さんもやばい人ですって思わ,な思わないといけないわけ。橘さんの劣化版まるまるコピーしようと思って、そのコピー能力がないから劣化してるんですよ、平塚正幸君という人はね。だから、えーあのー、なんつうかこう、えー、墓穴を掘っていくんだけど、ね、墓穴を掘っていく例えば、匿名寄付の禁止とかね、匿名寄付の禁止、国民主権党の前橋優里さんが募金箱を持ってチャリンチャリやってたでしょ。 ね、これは小木さんだったら分かると思うけど、チャレンジャーにやってたでしょだめでしょそれを、募金箱を物理的な募金箱じゃなくて、まず電子的な募金箱にするわけ。ね、口座番号を書いた電子的な募金箱。そしてその募金箱を、ね、なんて書くかっついうと、視聴料って書くわけ。ね電子的な募金箱にして、視聴料って書くわけ。そして、ま、国民主権の前橋友里さんという個人が持つんじゃなくて、法人にするわけ。立花隆一人放送局株式会社。 法人するでしょ法人にして、募金箱に持って、視聴料とやって、あと政治家、その時に公職の候補者の YouTube のチャンネル上でやってるのが立花先生でしょね立花先生でしょそしたら、あとそういうことがもし可能であれば、別に政治資金規正法もいらないし、制限もいらないし、関係ないからあってもいいの。別にそれ抜けれるってことでしょ誰もがみんな抜ければいいじゃん。誰もが視聴料でやればいいわけでしょ だからあの、なんていうかね、えーまあ、ちょっと話がどんどんずれていくので、焦点をずら、えー、戻しますと、えー、小木津さんが、えー、その黒川さんが、えー、なんか警察に呼ばれたことをさも自分の、自分もしくは自分たちが行った刑事告発と関連しているか、確かに。 99%と関連してるかもしれない99%ねだけどそれを関連してるかのように配信するのが立花さんそっくりで立 <laughs> 花さんもそれを利用してるから小木津さんのこと全面に押し出して YouTube でやっているねそういうことに N シーンは気づかないんですそれを1本動画にしたくて撮りましたはい以上です